出たっていうか、お金を稼ぐことに対してめっちゃ自信が出て、ぜひねこの考えを皆さんに取り入れてもらいたいなと思ってこれから話します。結構僕の中ではかなりカルチャーショックっていうか大事なことなんで、ぜひ、僕の配信見てる人はお金持ちになりたいとか、まあ、実際この配信見て本当お金持ちになった人めっちゃ多いんですよ。僕のチャンネル見てお金持ちになった人本当たくさんいるんで、ぜひねこの考え方を少しね、自分の中のエッセンス、自分の人生のエスパイスにしてもらえるとすごく変わるんじゃないかなと思ってて、いや俺こんなに世の中ってバカバカなんだなと思ってすごい感心したんですよ。で何かっていうと、まずねヘズマの件なんです。これヘズマがテーマなだけであって、ヘズマが題材だったりとか、まあ、ヘズマのことをかばったりとか、ヘズマを擁護したりとか、ヘズマの悪口言うものではことではないです。あくまでテーマがたまたまヘズマだったと思って聞いてください。そういう先入観一切捨ててくださいね。僕ねツイートしたんですよ。まあことの背景から言うと、ヘズマがなんか月100万円で雇ってくれる、あごめん、まず最初から言うと、ヘズマが、面接100件面接を受けましたと、全部落ちましたっていうね、なんかニュースが出てたんですよね。で僕それを見た時に、そもそもこんな短期間で100件受けれるわけねえじゃんと。でヘズマ君ってさ、去年なんか SNS 辞める詐欺をしたよとか、まあちょっとなんだろうな、こう話題作りに走るところがあるから、まあ、100件とかどうせ嘘だろうなと思って見てたんですよ。でもまあ世間の人は真に受けてるわけですよね。ああそうだそうだってね、ああその時点でもヘズマの策にはまってるなこの人たちと思って見てて、で次ヘズマがツイートしてたのが、なんか自分のことを100万円で雇ってくれる人を募集してますと、そういう人がいればぜひ働きますみたいなことをツイートしてたのでさ、僕はねそれを見て普通にね、なんとなくね、なんとなくヘズマを100万円で雇うんだったら超合理的だから、全然価値あるじゃんみたいなことをツイートしたんですよ。そしたらまあニュースになりました。まあ、最近本当にニュースになってありがたいんですけど、でニュースになったのはいいんだけど、コメントとか見るともうめちゃくそ叩かれてたの。あこれ叩かれるのが嫌だとかじゃなくて、叩かれてラッキーなんで別にいいんですけど、叩かれてたんですよ。でコメント見るとね、ヤフーニュースとかそのツイッターで見てみると、そんなね、だそんなんだったらお前が雇えとか、ヘズマみたい なんかマイナスしかないやつ雇って、普通の企業の考えることじゃないとか、もうめちゃくちゃディスられてるので、俺この時点でマジでこいつらバカなんだなと思ったわけですよ。わかります。でなんでバカかっていうのを解説するんでちゃんと聞いててほしいんですけど、まあ、ヘズマが雇えって話じゃなくて、そもそも、まずね、経営者たるもの、経営者というかビジネスをやるときにやるにあたっては、まず合理的な判断というのが常に求められますと。で、まあ例えばね、じゃあ100万円で、じゃあ自分の会社のねサービス を宣伝するのに、じゃあ堀江さんとかじゃあ光さんを雇うことができますよっていう話があったとするじゃないですか。100万円だったらみんなどうしますか。まあ大体経営者サービスやってる事業者に聞いたら雇うって言うと思うんですよ。みんな雇いやすと。もう全然100万円でやってくれるんだったらいいです、それで宣伝になるし跳ね返りがあるから広告効果めちゃくちゃあるからいいですよっていう判断をすると思うんです。これがごく自然の、ね、考え方だと思うんです。でこれは当たり前なんですよ。でじゃあ100万円で実際そのことできるんですかって考えた時に絶対できるわけないじゃないですか。なんでかっていうと、みんないいって言ってることはみんな雇いたい、みんな欲しいもの、要はみんなが需要があるものっていうのはそんなね、安価で手に入れられないんですよ。それなりの需要と供給のバランスがあるんで、まあ適正価格でやっぱり、ちょっと待って、なんか自分が喋り出した怖っ、怖くね、心霊現象か、怖っ、心霊現象か、怖いわ、ごめん、なんかちょっと怖くなってきた、まあいいや、はい、自分がね、話を振り出したので一回中断しちゃったんですけど、まあいいや、じゃあ話を持ってもらうと、まあ結局みんなが欲しいっていうものはみんな欲しいから、当たり前なんですよ、みんな欲しいっていうので、じゃあ実際にそれを買おうとか、その契約をしようとするときに当然ライバルがたくさんいるわけだから難易度高いですよね。はい、で今回じゃヘズマの件って、まずヘズマ流っていうのはイメージがめちゃくちゃ悪い、だからもうマイナスしかないっていうことで、まずイメージが先行してるんですよ。みんないらないって言ってるわけよ。で僕ねこれヘズマの話をしたいんじゃなくて、世の中でビジネスチャンスで本当に絶対徹底してほしいのが、みんないいって言ってるもの、みんなが欲しいって言ってるものにチャンスはないんですよ。なんでかっていうと、だそこら辺にいる誰でも気づいてるんですよ。よく仮想通貨とか、まあ、投資でもそうだけど、みんなが買い出したら暴落するっていうんですけど、まさにその通りで、誰もが気づいてる時にチャンスはないんですよ。でもみんながいらないとかみんなが反対だって言ってることにかなりチャンスが結構あったりするんですよ。今回の件がまさに典型的な例だと思ってて、ヘズマ流はいらないっていうのが、まあ世の中の、まあ
なんかこうデフォルトっていうか世の中の常識じゃないですか。じゃあその先入観一旦取って考えてみてほしいんですよ。ヘズマリュウを100万円で雇うことに対して合理的な利益があれば、これね十分にあります。もう結論言うと、もう 120% 利益があるんですよ。じゃあ何かっていうと、まずね、多くの企業が自分のサービスを宣伝するときにたくさんの広告費を払うんですよね。まあ大手企業だと何億何十億と払ってまして、中小企業でも何千万と払ってます。じゃあ多分世の中って無数のサービスがある中で、あなたのサービス、あなたがやってるサービス、誰が知ってますかって話なんですよ。大体のサービスがもう、なんだろう、こうもう目も生えないっていうか、草も生えないんですよ。ペンペン草も生えないぐらい誰も知らないんですよ。それぐらい認知を取るっていうことはめちゃくちゃ難しいんですよ。でじゃあヘズマを雇うことで何のメリットがあるかっていうと、100万円を払ってヘズマを雇うことでやっぱ話題になる、これだけニュースになるとかで、自分の自社の会社名とか自社のサービスを、それにあやかってプロモーションすることができるんですよ。それだけ認知してもらうことができるんですよ。これってすごい広告効果なんですよね、普通に合理的に考えて。でここで出てくるのが、絶対言われるのが、あのね、言われるのが、そんなマイナスなやつを、そんなマイナスなやつを雇って笑われるだけだとか、マイナスプロモーションでしかないとか、自社のブランディングが傷つくとか言うんですよ。絶対言ってくるんですよ。めっちゃコメント来た。いい、その前に一つ言うよ。お前んとこのサービスなんてブランディングもクソも、その前に誰も知らねえから、バカなんじゃねえのかなって思うんだよね。そういうこと言って書いてくるやつを見ると、大体よくわかんねえ、名前も聞いたことない、何それってサービスをやってるやつなんですよ。そもそもお前んとこのサービスなんて誰も知らねえから、ブランディングもクソも、そもそも認知されてからのブランディングなのに、誰も知らねえのに何言ってんだろうなって。でそうやってブランディング言って潰れていく、流行らない、消えていくサービスを僕は無数に見てきたんですよ。だからそこからしてかなり間違ってると思うんですよ。でイメージっていうのは必ずね、上書きできます。よくも悪くも上書きできます。じゃあ大手のブランド、例えばヴィトンでも何でもいいんですけど、ブランドのね、メーカーが広告を毎年出しまくるって何でだと思いますか。常に、広告を露出しないと人々は忘れるからなんです。つまりね、人はね、忘れる生き物なんですよ。わかります？なのでイメージっていうのは、過去のイメージっていうのは未来どんどん上書きすることができる。もう一個例を言うと、炎上もそうなんですよね。いいイメージだった人が一つの炎上で悪いイメージになって、炎上して、悪いイメージが上書きされていくと。これも、結局人は忘れて、新しい悪、これはネガティブな意味ですけど、イメージを上書きされるから、結局変わっていくんですよ。つまり人っていうの、人のイメージっていうのはすごい流動的なんですよ。だから常に上書きする必要があると。で一番大事なのは、消えないのは認知なんですよ。今ね、まあそのヘズマ言って、なんかヘズマの話してるみたいですごい嫌なんで、まあヘズマの話してるんだけど、ヘズマリュウって言って、これだけたくさんの人、今これの朝なのに、まあそこそこの人数見てくれてますけど、みんな知ってるわけじゃないですか。これって認知なんですよ。この認知ってめちゃくちゃ強いんですよ。じゃあ仮にね、ツイッターでね、匿名で悪口言ったらアカウントとか、まあ実名でも誰も知らないサービスやってる、よくわかんないやつ、例えばじゃあ、あなたのクラスの鈴木さん、あなたの会社の田中さんの話今するとする、誰が知ってますか。誰も知らないじゃないですか。これが認知なんですよ。つまりね、認知があるっていうのはめちゃくちゃ強いことで、この認知を買うために企業は広告を打ちまくってるんですよ。で今回何が言いたいかっていうと、まあ仮にこれが1000万1億だったらまた話変わるかもしれないけど、100万円で認知を買うことのコストパフォーマンスの良さを考えない、計算しないで批判するやつがめちゃくちゃ多かったんだよ。これそれにすごいカルチャーショックというか、びっくりして、こんなになんか表のなんかこう表面的なね、感覚、価値観で物事を決める人ばっかなんだなと思って、そりゃこの国で金稼ぐのってめちゃくちゃ簡単だなって思っちゃったんですよね。だから今回何が言いたいかっていうと、僕本当にごめん、伝わるか分かんないけど、すげえカルチャーショックを受けて、こんなに短絡的な人ばっかなんだなと思って、いや本当にこれだ、世の中金稼ぐの超簡単だなってやっぱ改めて思っちゃったんですよ。で皆さんに伝えたいのは、僕の配信見てる人は、まあ、これだけね時間を使って見てくれてるわけだから、本当にお金持ちになってほしいし、本当に成功してほしいと思って今喋ってます、一生懸命。はい、これがためになるか役に立つか分かんないけど、何が言いたいかっていうと、ヘズマンを雇えって言ってるんじゃなくて、物事って表面的なところを見て偏見で決めるんじゃなくて、ちゃんと合理的に分析して決めてほしいってことなんですよね。よく言うじゃないですか、まあ、株式投資もそうだけど、安く買いなさいと、で高く売りなさいって、まさにそのことなんですよ。
高く売るってどういうことかっていうと、高く買っちゃダメなんですよ。みんなが欲しい欲しい、みんながいいいいいいって言ってる時って高いんですよ。もうそれじゃダメなんですよ。安い時に買わないといけないんですよ、物事。それがビジネスなんですよね。うん。ということでですね、本当にマジで表面的にしか見れてないやつが多すぎる。だから実体価値っていうか、実体価値を考えた方がいいと思うんですよね。うん。っていうふうにね、本当に心からね、僕は思いました。これは別にね、まあ皆さん読解力、理解力があるから、まあ全然意味は伝わってると思うんだけど、ヘズマのことを宣伝してるとか、ヘズマがいいって言ってるわけじゃないですよ。ただ、世間の感覚と実体的な価値っていうのはすげえ乖離してますよってことなんです。これは今回の話だけじゃなくて、世の中たくさんあります。無数にこれあることなんですよね。本当にたくさんあることなんですよ。マジであることなんですよ。でこれを、一つ大きな指標で言うと競争優位性っていうんですよ、うん、でまたこうもう一回だけちょっと、またちょっとくどい話するんだけど、世の中にあるよくわかんないさ、根も葉もないでもブランディングばっか気にしてるポンコツサービスと、じゃヘズマを使った、新しいサービス、どっちが、将来成功価値があるかっていうと絶対後者なんですよ。悲しいことに、まずこれで認知が取れるから、それぐらい認知っていうのは競争優位性になるんですよ、ね、競争優位性わかりますか。それがすごく大事なんですよ。でね、この競争優位性の話っていうのはすごくいろいろあって、みんなね本当に分かってないんだけど、例えば N 国の立花さんも、立花さんの政治に対する向き合い方もある種の競争優位性だと思ってます。でこれどういうことかっていうと、例えばさ、政治の世界っていうのは超既得権益なんですよ、まあ、いわゆるビジネス用語で言うと超レッドオーシャンですよね。で例えば自民党ですよね、怖い、外が騒がしい、この国は銃とか持ってくれば怖いんだよ、怖、大丈夫かな、まあいいや、大丈夫ですね、この国銃とか本当に言ってるから怖いんだよ、まあいいや、まあ立花さんの話とかはそうなんですけど、まあ自民党っていうのが圧倒的な、まあ先行者利益を持った、支配者じゃないですか。自民党ってめちゃくちゃ強いですよ。じゃあ自民党みたいになりたい、政権を取りたいって言って、いろんな党が真面目に努力をして政治をやってるんですよ。まあ真面目にやってるのがよくわかんないけど、でも一生懸命やってるのは事実だと思うんですよね。でみんなね、世間の、ね、国民の声っていうのは、じゃあ立花さんにこういう人もいるんですよ、そんなバカなことやってないで YouTube とかやってないで真面目に政治やれっていう人もいるんですよ。その発想が僕は全くナンセンスで、そういう声が多いんですよね、意外と。で何がダメかっていうと、じゃあまともにね、一生懸命政治をやって党を立ち上げ、政党を立ち上げて、一生懸命地道にコツ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 やりました、いつになったら政権取れるんですか、いつになったら成功するんですか。成功するわけないじゃん、自民党っていう圧倒的なシェアを持ってる政党がいるんだから。そこにどうやって勝つの、真面目にやってっていう話なんですよ。で実際そうやって真面目にやってる政党たくさんありますけど、日の目を浴びてる、日の目を見てるというか、成功してる党ってあります、そんななくないですか。で結局政権取れねえじゃんって思うんですよ。で立花さんの戦い方っていうのは僕はある種合理的だと思っていて、普通のね戦い方じゃ絶対勝てないっていうのは分かってるから、例えば、YouTube を使ってみたりとか、まあこれは賛否あると思うんだけど、炎上商法をしてみたりとか、まあ裁判やってみたりとか、なんかいろんなね、まあ、すごいテクニカルかつトリッキーかつ、まあ、賛否あることやってるじゃないですか。でもこれで結局話題を作っていく、話題を作るってことは、他の政党誰もやってないわけなんですよね。僕はそれはそれで、勝てるかどうか置いといたとして、普通に真面目にやってコツ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 やって亀みたいに歩いたって絶対勝てるわけないんだから、その既得権益に。で一つ風穴を開けるというか、一つ突破口を開くっていう意味では僕は合ってるんじゃないかなと思ってます、うん、だからこれはビジネスに置き換えると、まあ何だろうな、ビジネスに置き換えると何があるかな、要はまあ、すっげえなんか対極な話になっちゃうかもしれないけど、じゃあ携帯電話の会社がソフトバンク KDDI とかドコモがあって、そこにね真面目にやってコツ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 ね参入してコツ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 勝てるかって話なんですよ。勝てるわけないじゃん。だったら絶対トリッキーなことするしかないんですよね。絶対後発っていうのはトリッキーなことが求められるんですよ。本当にそう。で例えばじゃあ、僕の話っていうとね、まあ、自分の話になっちゃうんだけど、じゃあ青汁をね、まあ、また青汁のなんか過去の栄光に座ってみたいなやったらすごい気持ち悪いんだけど、僕が青汁出した時っていうのはもうまずい青汁しかなかった。で既得権益バリッバリだったんですよ。もう何百億、300億、200億いってる大手青汁の会社たくさんいたんですよ。でそんなところにね、僕がね、まずい青汁出しました。もう誰も買うわけねえじゃん。
勝てるわけないんだから、そんなまずい青汁一生懸命出して本当にいいんですよってコト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 亀みたいにノロノロ歩いたって勝てるわけないじゃないですか。だから僕はトリッキーな商品だった。それが飲みやすい青汁だった、まあ、たまたまそれが当たったのかもしれないけど、まあ、そういうふうにですね、結局既存の、ね、プレイヤーがいるところには絶対勝てないんだから、少し変化させないといけないんですよ。そう、変化させないといけない。で、世の中の対局の多くの人は、絶対的に、表面的なところでしか見てないんですよ。例えば僕の話で言うと、そんな、ね、飲みやすい青汁なんて受けるわけないじゃんと、まずい青汁をちゃんと出して栄養価の高いものを出すのが勝ちなんじゃないかって言われたんですけど、そんなわけねえじゃんって話で、結局あの、ね、多くの世の中の評論家みたいな、なんか評論家じゃねえか、一般のこうネットユーザーっていうのは本当に、ね、真逆なんですよね。成功からかけ離れてるっていうか、成功から対局の意見しか言わないんで、すごいなって思いました。なんかある意味でこれ参考になったんで、これが伝わるかどうかわかんないんだけど、僕なんかすごい新しい発見というか、あ、大衆がこう言ってるんだったら逆を純粋にいけばいいんだなって思ったのが今回の、ね、学びだったんで、ちょっと難しい話をしちゃったんだけど、すいません、はい、腕がひどいな、腕の話か、腕もう虫刺されないよ、はい、ということです。蚊に食われた、まあ、その通りということです。まあ、ちょっと長々喋っちゃったんですけど、皆さんに本当に言いたいのは、僕のチャンネル見てくれてる人はお金持ちになってほしいし、成功してほしいと本当に思ってる。だから世の中の大衆意見に飲まれないでほしい。時に大衆の意見に賛同することも大事だと思うんだけど、大衆の多くの人は成功してない人たちですから、成功してない人たちの一般常識的な意見を真に受けてそうだと思っちゃダメなんですよ。そいつら成功してないんだから。じゃあ何どう考えるかっていうと、こいつらがこう言うってことは、大衆がこう言うってことは、この逆は何なんだろう、この逆の考えはどういう合理的なメリット、リターン、価値があるかなって考えてみてください。純粋に対局の逆をやっちゃダメですよ。それだとまあもちろん選択ミスすることもあるんで、みんなの逆はどういうリターン、どういうメリット、どういう価値があるかなっていうのを合理的かつ冷静に考えることなんですよね。そうすると意外とみんなが選ばないことにすごいお宝の山が隠れてたりするわけですよ。まあ、そういうことが本当ビジネスでたくさんあるんですよね。世の中本当たくさんあるんだよね。ということです。はい。まあ、ということで、賢は良かった。ちょっとなんか、あんまり普段、こういう話しないんだけど、まあ、難しい話、若干難しいかもしれないんだけど、はい。良かった、良かった。ありがとうございます。こういう話もいいんですね。ためになったって嬉しいね。いや、良かった。なんか僕、今回はすごいさ、なんかすげえカルチャーショックを受けたんで、一番良かった。ためになったなんて良かったですよ。こういう話受けるんだね。良かった、良かった。ありがとう。